本日のお相手は究極級のボルボ西郷ですね。ボルボ西郷はですね、男の世界で生きてきたので女性に対する免疫がない。で、このゲームの場合はですね、こっち亀の女性キャラをメインに入れとけば、ボルボが弱体化して有利に働きますね。で、最適性はおそらくジョディだと思うんですけど、私の場合ガチャを引いたらジョディではなく、磯橋早の方が出たんですよね。だからジョディ持ってないです。で、しょうがないからメインに、これログインガチャだと思いますけど、それで入手した、ギボシマトイですね。これ4枠目に入れてます。それから他のラインナップとしてはですね、まずメインキャラに入れてるのが、まず1枠目ですね。1枠目に入れてるのが、運マックスで、さらに、まあ効果はさほど多くはないんですけども、攻撃デバフ持つということで月島ですね。それから2枠目は、ハートプチを増やすのと、あとは、回復を兼ねて西野。それから3枠目がね、結構迷ったんですよね。3枠目はですね、いろいろ試してみたんですよ。まあ何を試したかっていうと、マサルさんを入れてデバフとかですね。あとは、その、立花を入れて、この爆弾軽減とか、爆弾解除ですね。あとはですね、何試したんだっけな。あ、そうそう、現状を入れて、これ攻撃アップするので、この攻撃アップ解除ということで現状を入れてみたりですね。まあいろいろ試したんですが、あとあれもやったな、サソリを入れて、その反撃ガードね。このボルボは反撃もあるのでね。しかもその反撃のターンが結構長い。これ反撃4ターンって書いてますよね。で、このまといとかサソリはこの反撃ガードを持ってるので、と思って入れてたんですけど、まあそうやっていろいろ試してみた結果ですね、最終的には、ノーマルのナルトが良かったですね。このノーマルのナルト、こいつ何ができますかっていうとですね、ここには書いてないか。ノーマルのナルト、反撃を解除できるんですよね。で、ボルボは毎回毎回ね、結構長いこと反撃してくるので、だから反撃そのものを解除しちゃったらいいんじゃねえかって話ですね、ナルトを使って。で、今、ナルトが、攻撃したので、反撃が消えましたよね。4ターン反撃がなくなりました、これで。で、爆弾が爆発するのはしょうがないので、この辺はもうしょうがないから、ミシノとかを入れて、なるべくですね、高いヒットポイントを維持しながら戦いましょうっていう話ですね。ここはハートでも作っとくか、爆弾爆発するからな。ハート作っときます。次のターン爆発です。はい、爆弾来ましたね。で、このターンに、必殺スキルを使い切らないと、吸収されちゃいますから、そこは使っちゃいますよね。
レジェンドせんべいさん溜まりましたけど、今は別に使わなくてもいいですよね。ミスが作れますね。なると作っときますよ。また反撃来てるんじゃない？攻撃アップか。このメンバーだと攻撃アップは解除できないですね。はい、反撃今つけましたね。反撃がついたってことはナルトの出番ですね。ナルトで反撃を解除しましょう。ミシンが割るとこないからハードルも割っときますか。はい、じゃあナルトを割って反撃を解除します。これおそらくジョディがいればナルトのところにジョディを入れて、反撃のダメージ程度持ってるんですよね、ジョディもね。だからそんな感じで進めていくのがいいと思うんですけど、次のターン吸収、何を吸収するんだっけな。反撃してる？弱体か。反撃ありますね。反撃ありってことは反撃カード、まといで反撃カード。さっき吸収だったか今のやっぱり。じゃあこの辺でレジェンド戦で入れましょう。さらにリトでハートを増やして、ミシノもハートを増やして回復しますよね、ここはね。そしたらナルトを作っておいて、反撃まだあるね。じゃあナルトを割って反撃を解除します。次のターン強力な一撃とか言っとくからなるべくキープしましょうね。じゃあ、ダメージ軽減を入れて、さらに攻撃アップか。攻撃バフをかけてからまとめて割ります。倒せるかな。あと1匹くらいですね。倒しきれないですね。ここは倒してしましょうか。さらにナルト作れるね。じゃあこのターンで終わりですね。まあ次のターンどうせ爆弾が行くから、どっちにしろ来ないと終わりなんですけどね。はい、倒しましたね。まあ欲を言えばナルトかですね、このマトイがもうちょっと攻撃力が高いといいのかなとは思うんですけどね。まあこんな感じで、あとはボルボ最後を、運マックス目指して何回もやっていきましょうという話ですね。こちらが私はガチャで出なかったジョディですね。ジョディは、ダメージ軽減無視も持ってるから、海パンとかで戦うときも有利ですね。で、しかもバフ持ちですね。それから反撃ガードを持ってますから、ジョディはガチャで出れば今回の特集の、ボルボとカイパンデカに対しては非常に有効になると思いますけど、残念ながら私このジョディ出なかったですね。私がガチャで出たのはこちらの磯橋ハイの方なんですよね。
で、これ青族、赤族ですから、ボルボは青族なんで、ボルボ戦では弱点になってしまうから使い物にならない。ただこの子もですね、攻撃力高い上に固定ダメージ持ちですから、あとダメージ軽減も持ってますのでね、まあボルボ戦では使えないけど、他の相手に対しては結構有利かもしれないですね。